ボール見えています。サントリーホッキングス、さあバレット後ろを通します。前詰めてきたファーウリ、構わず外す、これも外す、目の前には誰もいない。サムケレビートライです。さあ後半もサントリー、さあバレット浅い位置にいますが、フォワードでサイドアタック飛び込んだ、抑えたのがナンバー8テビタタタフです。流れ、おお、来た、取ってきました。ナンバー8テビタタタフ、今日2本目です。のが斉藤直人です。自分でいける、うわ中村、これ2人が借り押し返す。東芝すぐさばいたところに走り込んだ、うん、ディフェンスで激しく、シップ優勝とトップリーグの優勝って言ってますからね。さあすごいドライブだ、行ったか、東芝らしく、まあ、少ない人数ですがモールで取ってきました。もう一つ左、ヘルメイト、ヘルメ取ってきました。これで10点差。さあ逆手、それ手前側に離してきましたが、伊藤力原、ヘルメ、さあその巨体でスピードを上げていきます。後半最初に取ったのはヤマハ、この瞬間逆転です。今ヤマハらしいトライですね、こう複雑ではない、各位リードしているキャノンです。内側にもです、 SP もない、いいところが来た、ジェシー・クリエル取ってきました。またリードを広げるトライです。手のトライがうまいですね。後ろ田村、フラットのパス、バックスだ、小倉純平離したボール、内側に詰めたディフェンスのタックル、さあ1対1の勝負、走り込んできた、よく前に取りました。どうかクリエル、左手伸ばしました、取ってきた。うわでもよく伸ばしてですね、まあ、トライではない理由、さあただここはきっちりと決めていきました松田力也です。守って守ってタックル成立、左足のキックはチャージ、さあ追っていく、ハドレーパークセーブ、今ねすぐに返しました。この残り4分の使い方、はい、時間の使い方非常に大事ですよって言おうとしたらチャージされましたね、外つないで福岡外を行く、足にかけた、自分で最後まで行けるか、行きました、最後来た、ただチェックは入